はい、さい、沖縄の次です。はい、シティーズスカイラインというゲームがあって、まあ、ちょっと前のやつなんですけれども、これを今回紹介していこうと思います。新規ゲームから、とりあえずね、一番上、クリフサイドベイってやつ、これでね、やってってみようかなと。で、スタートします。さて、まずは、地形を作ってるのかな？はい。で、スタートです。最初はね、この点線で囲まれたスペース、こちらを発達させるところからスタートしていくようになりますね。で、ここ、あれで、うまくいく。こちら、ここの道のこのところ、ここから、いろんな外部からの人が流れてくるようになるんで、まずここから道をつないで、最初の街を作っていくようになります。ちょっとね、最初何度かや、2回ぐらいかな、プレイしてみた感じで、まだ全然慣れておりません。はい。これ3回目ぐらいのプレイかな。ようやくね、操作方法が分かり始めて、最初カメラの回転とかも全然分かんなかったんだけど、まあこんな感じ。さあ、とりあえず道を引いて、まあこんなもんでいいかなと。ついで、次、水道。これもね、汲み上げる場所と、上水道と下水道。これ設置しなきゃなんないですね。で、今回は水の流れがないんだけど、まあ川上と川、なんだ、もう水の上の方と下の方に設置する必要があるらしい。で、今は下水を引いております。こんな感じでいいかな。一応上水道と下水道つなぎて、これで、まあ流れてきた水が、はい、下水の方まで流れていくようになる。これでいいんだろうね。それから次、電気ですね。で、これもね、どこに置くかによって作れる電力のあれが違うので、最初はこの辺り置いてみようかな。で、電線を引いて、よいしょ、こっちから、下水のところにも、これで、繋がったかな？ OK。それから、なんだっけ？あ、そうかそうか。町を作っていくんだ。はい、まず、なんだ、住宅地、商業地、そして、工場とか、それをどこに置くかっていうのをね、考えていかなきゃならないんですね。これがなかなかね、うまくいかなかったんだよね。最初の頃はちょっと広げすぎていて、もう費用がかかりすぎて何もできなかったっていうのが、まあ最初のプレイだったんだけど。さてと、どういう風に行こうかな。まずは、こっちこっち、住宅地、緑色、この辺りを打っていこう。よいしょ、こんな感じでいいかな。よいしょ。なんかね、範囲選択で決めることもできるらしいんだけど、うまくできずにおります。あれ？まあいいか。この辺りを住宅地にして、あ、それからこう、工場とか、まず、あ、こっち商業地はこっちにして、もうちょっと道伸ばすか。とにかく、工場地帯から空気が悪くなったりするんで、工場地帯と、なんだ、住宅地っても結構離した方がいいらしいです。それでもね、あんまり広く作ると、まあ、前回みたいに道引いてちょっとやっただけで何もできなくなっちゃうなんていうパターンが。で、この辺り。このままでいく。で、電線引いて、電線、よいしょ。いい。このままでいくか。さ、これでしばらくちょっと時間を、ぼーっとしながら様子を見てみよう。うん。で、こんな感じでね、建物がどん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 建たってきます。もう人が住んでいたり、車が行ったりしたり。でも、まだ全然、街としては小さい街だなぁ。できないメニューが多すぎる、この時点では。お、よし。小さな集落になった。今人口400名超えました。ちっちゃいな。さ、まあこんな感じで、いろいろ作っていって、自分の街を
作っていくわけですけど、なんか電気がね、うまくいけてないみたいなので、電線もちゃんと引こう。もうちょっと人が住むところも、商業地、住宅地も、こっちも住宅地にしちゃおうかな。で、この辺り、商業地。うん。なんか電力足りてないっぽいんで、この辺りにもう一個、置くか。さて。ゴミ処理場とか、なんかいろいろ作れるものが増えてきたんで。で、学校はどこ行こうかな。とりあえずここから。それから、よいしょ。もうちょっと道を広げよう。あ、間違え。間違えて引いちゃった道は、これ。こいつで取り消すことができます。この風力発電のこれが邪魔だった。うん。まあ、こんな感じでいいかな。ゴミ処理場、ここ来たかった。まあ、いいや、こっちで。これで、ゴミが、ね、こういうところで、燃やされるようになっていく。燃やすのかな？溜めていくと、溜めていくやつか。はい。だいぶ、なんかここだけ電気来てないらしい。あれ？まあいいや。電気ちゃんと届いてるな。住民の幸福度が低い。どうやったら上がるんだ。もう赤いところがうるさい場所です。さて。どっちしようかな、ここから。まあ、ちょっと、住める場所を増やしてみます。よいしょ。こんな感じで、いいかな？で、この辺りも住宅地にして、商業地、あそこは商業地になってなかった。こんな感じでいいかな。なんか、久しぶりにシムシティがやりたくて、初めて見たんだけど。まだ不慣れでございます。下手くそです。まだ小さな集落のままです。見ると幸福度がどんどん下がっていく。あ、立派な村になった。オッケー。人口増えてはいるんだ。よし。これでまた作れるものが増えてきたんで、で電気足りないみたいだから発電所作っちゃう。今度は石炭のやつ作って。こっち、水道引いてなかった。こんなもんでいいかな。どうやったら上がるんだろうな。ちょっとお金借りてでもなんとかしよう。消防署。飲んでいいか。ここでいろいろ条例を作って、ちょっと早送りします。ここでゲームのスピードを変えることができますんで。これなんだろう。これ初めてやるな。なんか、土地に名前、なんとか地区って作ることがある。じゃあ、こっちストロベリー地区。
もうちょっと広げる。住宅地は、サニーサイドハイツ。なんか、すごい面白いな。よし、これでいこう。それから、コツがつかめないとまだよくわからん。とにかく健康度も低いんだよな。ちょっと病院の数増やさなきゃダメか。あ、お金がないんだ。借金するか。銀行から融資を受けました。でも全然なかなかお金が増えないな。ちょっと住民から水のあれが悪いっつんで、下水のやつをちょっと話遠くにしてみます。で、こっちにやったやつをこれ破壊、打ち壊して。これでいいかな？それから、なんかやっぱり、不満持ってる人がいっぱいいる。今、吹き出しみたいに、みんな健康状態が悪いっていう人。病院を増やさなきゃなんないのかな。どうしよう。健康度は悪すぎる、この町は。けど、これちょっとなんか病院、だってまだ、何百人の村に、病院が、こんなにいっぱいあっていいんだろうか。まあいいけれど、拡大してみると分かるんだけど、なんか救急車が走り回っております。なんかあちこちで病人が出てるっていう。すげえ。ちょっとなんでこんなに病人だらけなの。どこに一体原因があるんだ。よくわからない。最初だからまあしょうがないんだけどさ。てかお金が全然ない。ちっちゃな町になった、なった、なったはいいけれども、ちょっとなんか維持費の方が多すぎて、どんどん、なんだ、町の財政悪化していくんですけど。どうしよう。しかもなんか救急車だらけ。これでいいのかな。なんかすごい、ちょっと見直しかけた方がいいのかな。どうしようかな。よくわからないです。ちょっとやっぱりいろんな人の記事、あ、道がもう引けない。ここまでしか引けない。お金がない。やばい。どん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 お金がマイナスになっていく。救急車だらけだし、こうやって、なんか病院が大繁盛してるよ。こうやってもどん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 お金減っていくだけだし、どうすればいいんだろう。困ったな。どうしよう。借金はもうできないんだよな。あら、破産警報出ちゃいました。というわけで、今回は一体、ちょっとこんなところで終わりにしようと思います。もう一回勉強して出直してまいります。よろしければね、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。それではまた。